トライアヌスのデュポンディウスかディデュースユリアヌスのデュポンディウスかデュポンディウスは共和制ローマからローマ帝国にかけて使われた新中華でニアスの価値がある。その名はラテン語で日本度の意味である。デュポンディウスは共和制時代に大型の鋳造貨幣として導入されたが当初からその重さは日本度に見たなかった。表面にはローマの胸像。 裏面には六本スポークの車輪が描かれていた。共和制ローマ時代には、最初に造幣された後は全く鋳造されなくなった。紀元前23年頃のアウグストゥスの貨幣改革で、デュポンディウスとセステルティウスは金色に輝く、銅合金で造幣されるようになった。これを、当時のローマ人や貨幣研究者は、オリカルクムと呼び、現代では王道と呼ぶ。その後は、 赤みがかったどうかになった。ただし、アウグストゥスの時代にも同性のデュポンディウス化が一部、鋳造され、ネロ帝の時代にはアスを銅ではなく、オリカルクムで鋳造したこともあった。後者は若干小さいことと材質でのみ識別できる。デュポンディウスは、アスとほぼ同じ大きさであり、ネロの治世中の66年に発行されたものは、皇帝の胸像で放射状の冠を加えて、 区別していた。放射状の冠を使って2倍の価値を表すという方法はアントニニアヌスカヤニセステルテウスカでも採用されている。デュポンディウスはネロ以前にも鋳造されているしその後も作られたが、放射状の冠を加えておらず、アスとの区別が難しかった。また、六章に覆われて、本来の色がわからないことが多かった。 マルクス・アウレリウス地聖下の154年か155年の非常に珍しい保存状態の良いデュポンディウス化が2007年にロンドンのドレイパーエス・ガーデンズの発掘現場で見つかった。発行当時、必ずしも全ての種類の貨幣が潤沢に供給されていたわけではなく、時には特定の貨幣が不足気味になり、それに対応するため高額の貨幣を半分に切断し、 半額の貨幣2枚として使うことがあった。これに当たるものの一つとして、デュポンデュウスを半分に切断して一安として使用したものが現存している。順に、ハドリアノスのセステルティウスか、アントニヌスピウスのデュポンデュウスか、マルクス・アウレリウスのアスカ・ウェスパシアノスのデュポンデュウスか、72年から73年、リオンで造幣。この効果は腐食を免れ、 本来の見た目と色を保持している。折り軽く無精で直径29ミリ。ありがとうございます。